こっち視野で寄せてくれた、ね、だからすごい経験があって、ね、これから彼のこのコーナーで、ね、ここを勉強します。じゃあね、まず12人、子供たちが今3人 OK、 やりたい人手挙げて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
じゃあ、こうか。ボール大きいね。ボール。自分のボール。そう。オッケー。じゃあね、方向、ドリブルとフェイントの練習をします。ブーが鳴ったら、最初の4人がね、まずドリブル。真ん中の、こう、目がけて、ドリブルをして、フェイントをしてから、最初は右に行きます。最初ドリブルして、プールバス。大事なのは、最初はゆっくりね。ゆっくりって、フェイントした後に、加速する。OK。マーカーは、あんまり近づかない。ディフェンダーだから。じゃあ、最初の一人、準備して。前出てきて。いくよ。右ね。はい。ブーバックね。ブーバック。右足ね。ブーバック。フェイントはね、すごい大事なのは、やっぱり相手を騙さなければいけない。普通にドリブルして、こうやってやってても、やっぱり相手はね、引っかかんない。あとずっとやっぱり試合をね、イメージして、振りをして、こっちに行くとか、ディフェンダーが来てたら、こうやって行くとか。次もうちょっとだけ難しい。最初今やったやつ。こうやって振ってから、もう一回フェイント。右です。OK。さっきトムさん言ったようにね、右と左、ちゃんと同じように使えないと、右と左はパートなんだよ。右、左。OK。ここやるよ。ドリブルして、ドリブルバックして、左。OK。左に行くからね、最後。はい、やってみます。はい、こっち。